これこれ。そうだ、大正にも入荷しておかないと。在庫が少なくなってたんだった。おかしいな、もう逃げちゃったのかな。いや、いるな。こっちを見てる。え？来るぞ。なんだ、こいつらかよ。そこ、やっ、届いて。よっと、はあ、わっ、飛んでけ。そこ、特訓の成果だ。今はいける。届いた。倒そう。やっちまえ。動きを合わせて。これとこれ、こっちのも使おう。これでどうだ。チャンス発動するよ。パーティー、僕に腕を見せろ。パーティー、せっ、熱き剣、受けてみなさい。当然の結果よ。やった。だな。本当なら警備兵の仕事だってのに。あ、どこ行くの？魔物は倒したんだ。もう終わりだろ。さっさと町に戻って。あ、危ない。え？リラさん、ああ、それよりリラさん、どうしてここに？魔物が出たという話を聞いたのでな、退治しようと思って来てみたんだが。すまねえリラさん、俺油断しちまってた。それくらいは分かっているようだな。ありがとうリラさん、助かったよ。安心したんだがな。え？私の思い違いだったと信じ、安心していたんだが。レント、大丈夫？悪かったな、ライザー。格好悪いところを見せちまって。そんなこと。それより本当に大丈夫なの？おう、リラさんが守ってくれたからな。けどマジでやっちまったな。ちょっと名誉挽回する方法考えてみるわ。てあげて。またお前かよ。まったく、なんで俺に構うんだか。お前さ、俺が怖くねえのか？怖いんだってよ。
俺のことを怖がって。ほら、もうライザのところに帰んな。頼むから一人にしてくれ。クリフォードさんとセリさん？珍しい組み合わせだな。クリフォードさん、セリさん、こんなところでどうしたの？よっ。何？セリの住んでいた世界のことをいろいろ聞かせてもらいたくてな。セリさんの世界って異界のこと？まあ、こことは別の世界にはどんなお宝があるのか、トレジャーハンターなら気になって当然だろ。正直あまり話す気になれない。え？オーレン族の人たちって実は私たちにあまりいい感情を持ってないんだよ。どういうことなんだ？実は過去に人間たちに土地を荒らされたのか。大昔の話だし、クリフォードがそういうことをするような人間じゃないとは思ってるけど。いや、いいんだ。そんな事情があるならいろいろ思うところがあるのは当然だ。ええ、申し訳ないけれど。なあに、気にすんなって。それに単に聞きたかっただけで宝探しする気はなかったしな。そうだったの？そりゃそうだろ。自分の世界にだってまだまだ眠ったままのお宝があるんだぜ。なのに別の世界のお宝にまで手を伸ばしちまったらお宝だらけになっちまう。そんなのお宝っぽくねえからな。第一、ロマンがねえよ。ロマンだよ。まあ気になるのは事実だけどな。自分なりに想像するってのもそれはそれで楽しいもんさ。想像だけでも楽しいなんて本当に宝探しが好きなんだね。じゃなきゃトレジャーハンターなんてやってられねえさ。今はまだ私の口からいろいろと話す気にはなれないわ。けれどもしいずれ話す気になれるような日が来たときは最初にクリフォードに話すわ。少しでもそんな風に思ってくれるなら俺も嬉しいぜ。どこに行くの？よし、木だって立派な素材の一つ。何に使おうかな。よいしょ。はいはいはい。あ、どこ行くのフィー。何か見つけたのかもしれないよ。追いかけてみよう。こんなところで剣の稽古？ダメだよフィー、今はちょっと話しかけない方がいいかも。ああ、今は邪魔しない方がいい。しかしあいつも分かりやすいやつだな。もしかしてレントがこの前言ってたのってこのことだったの？あの様子からして
こっちに来てからほぼ毎日剣を振ってたんだと思うぜ。毎日？3年も一緒にいたのに全然気づかなかった。気づかれないようにやってたんだろうさ。あいつらしいっちゃらしいけど。やっぱりヒロさんに会いに行きたいから剣の稽古してるのかな。それくらいしか理由が思い浮かばねえけど、ちょっと異常だな。異常ってボスが？あいつ昼間はずっと勉強ばっかしてて、部屋に戻っても勉強尽くしだろ。そんな中で3年間剣の稽古を続けてるんだ。あんなに手がボロボロになるほどにな。はっきり言って尋常じゃねえよ。キロさんに会いに行くのにあそこまでするか？それって何か他にも理由があるってこと？さあな、そこまではわからないけど、会ってもらいてえよ。くそ、まだまだだ。俺だってあんなストイックに稽古できるかわからねえ。たく、自信なくすぜ。ヒロさんに会いに行くこととブルネン家の後継ぎになること、それ以外にボースがあんなに頑張る理由、そんなの本当にあるのかな。よいしょ。これは食べられないキノコ、私の苦手な味だし。ここがこの遺跡の一番奥か。うん、多分奥に行く道があるとすればこの辺りだと思うんだけど。それじゃあ探してみるとしますかね。ライザ、どうかしたの？あ、ごめん。少しアンペルさんの様子が気になってさ。アンペルさん？フィーちゃんと遺跡の水晶について話をした時のこと？うん。アンペルさんは何か引っかかってたみたいだった。それって何だったのかなって。水晶に異界の魔力。遺跡を作った人たちは何に使ってたんだろうね。ライザー、クラウディア、セリさんが何か見つけたってよ。行こう、クラウディア。うん。この奥よ。この奥って崖なんだが、向こう側からこの遺跡と同じ力の流れを感じるわ。そうは言ってもとても渡れませんよ。ライザ、できる？え？錬金術ならできる。飛び越えるのは難しいけど、橋を架けることならできそうな気がする。
橋なら任せろ。旅の途中で川や崖を渡るのに木を切り倒して橋代わりにしたことがあるんだ。どこかにでっかい木があれば。錬金術で橋を架けるからそれでいい？そうならお願いするわ。うん、任せて。